もう。雄大幸せ。幸せ。なんでそんなバブに絡まれんの。多分ちょうど今かさやから。なめられてんねん多分。うん。少し困りますね。同期やろ同期。同期。ちょっとだけ先輩。そうやな。4ヶ月ぐらいお前のが先輩。めっちゃ絡むなバブ。すごい映像やな。これ俺が入ったら均衡が崩れんのかな。B はご飯食べてますね。ね。でお前は？お前は雄大に絡んでんのか。ああ噛んできよる。あれが。誰でもいいんですか。あ誰でもいいん。これはずっとダンデに絡んでますよ。ダンデに絡む。一歩しゃぶってました。ほんま。お前大物なんだ。な魚も3ヶ月で食べ、人間には。噛みつき、ダンデとはお話しし、すごいな、大物やな。おい、鼻水つけるな。おい。雄大に絡む、雄大。あーでも相当絡まれてんな、この毛の乾き具合でわかるわ。相当、まあ雄大に絡んでたやろ、長時間にわたって。あ、キョタさん、ほら、あ、ごっつんこした。いや、コエルとは違うとかやな。そうです。なあ、バブはコツメに立ち向かっていくんやな。コエルはもう急いでプールに逃げとったけど。一緒にカワウソが給仕してるみたい。指示出してんの、バブ、雄大に。次、フクちゃんにあげてって。次ダンデやでーって。こりゃわがままやな、わがままな。俺様みたいな感じで育ってしまうな。うちで生まれた子はもうみんな、なんか自分がナンバーワンと思う子になっちゃうな。コエルも私がナンバーワンやし、お前も俺がナンバーワンって感じやろ今。ちゃうど、ナンバーワンはお前じゃないぞ。ナンバーワンは2個やぞ、2個。トドの2個。バブちょっとまだ、フクちゃん怖いな。あ、そうなんや。フクちゃんは苦手なんや。超えられるんで。あ、そうなんや。うわぁ。耳打ちしとる。フクちゃんにやりすぎって。フク D の給仕を一緒にするバブでした。おら。これはめんどくさいな、鹿やな、はい、いつまでこれ続くかな。体重が軽い時も終わった。そうやな、まだ20キロちょいやからな。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあライオン。